こんにちは。ゴンタの学習チャンネルです。今回は受験シーズンというところで、大学進学について、通信制の学部への進学という選択肢もあるよという動画を作成しました。実はこの動画の一つ前にですね、夜間大学についての動画をアップしたんですが、まあ、合わせて通信制の大学についてもですね、取り上げることで、大学選びの参考になればと思い作成しました。まあ、一部内容が夜間大学の動画と被る部分もありますけど、まあ、それは言いたいことがね、同じ部分があるというところで、そこはご承知おきください。まず、通信制の大学はどんな感じなんだろうというところで、概要をまとめてみました。まあ、一つ目が通信教育がしたいですね。郵送やウェブで課題を提出する。そういった形になります。2番目がスクーリング授業があると。これは実際に学校などに行って講義や演習、対面授業をする形ですね。3番目が就業年限は、まあ、頑張れば4年間で卒業できますよというところですね。で、4番目が、通学するよりかは、学費が安く済むんじゃないかというところが多いですね。まあ、これら4点ですね。まあ、一般的な形を言っただけで、学校によって当てはまらない事例はあるので、それをご承知ください。通信制大学、まあ、こちらは身近に感じた体験がございまして、60代の親族がですね、中央大学法学部の通信教育課程を4年間で卒業したことがあります。まあ、その人の学歴はもうれっきとした中央大学法学部卒です。中央の法学部といえば、まあ、法学部の中ではトップランクですよね。で、その60代の親族は、まあ、特別な学力や才能があるわけではないですし、まあ、もともと大卒だったとか、出世したサラリーマンでしたっていうオチもなくて、まあ、普通の人です。まあ、それが、まあ、コツコツ4年間努力して、中央の法学部という、まあ、一流どころの卒業生になったわけですから、これは若い人がチャレンジしてもね、まあ、やる気次第で4年卒業できますよという証明に十分になると思いますね。すべてはやる気次第だと思います。で、通信大学のメリット、まあ、私が考えるに一つ目がですね、自分のペースで勉強が進められると。まあ、単位取得などのペースはもう完全に自分次第ですね。まあ、これは先ほども言った通り、もう60代のね、人でも全然卒業できたぐらいですから、もう若い人がチャレンジすれば、もうやることやってればね、大丈夫だ。というのは私の感想ですね。ただ逆にもう自己管理できない人にとってはね、厳しいのかなと思います。したがってメリットでもあり、デメリットでもあるかなと思います。あと、メリットの二つ目としては、入試の学科試験がない場合が多い。私の知る限り学科試験を課している通信制の大学学部はないんじゃないかなと思いますけど、まあ、ない場合が多いと書いておきました。まあ、書類選考やあれ面接がメインとなるとは思うんですけど、まあ、定員も通学の学生、課程よりかは多いみたいなので、まあ、入学する、まあ、入り口としてはね、入りやすいのかなと。
まあ、それと、3番目のメリットとしては学費が安い。場合が多い。まあ、夜間大学の動画でも同じ説明したんですけど、通信制の大学は、まあ、夜間であってもね、昼間よりかは半分ぐらいで済むんですけど、それよりさらに安く済むんじゃないかなと思います。まあ、うまくやればですね。と、通信制大学に、まあ、実際進んだ時の、まあ、ポイントが、まあ、二つ私はあると思ってまして、まあ、自分でライフスタイルをデザインする。まあ、これはまあ、要するに自己管理しましょうってことですね。自己管理をちゃんとできる人、地道に努力できる人、まあ、そういう人にとっては、まあ、通信制大学はいけるんじゃないかなと。ですね。あと2番目として、通信制だからこその立ち位置やメリットを最大限に生かす。当然通学してる人たちより時間はもうね、少なくとも拘束時間はあるわけです。拘束時間はないわけですから、まあ、当然課題とかでね、いっぱい時間取られるとは思うんですけど、まあ、自分でデザインできる時間帯が多いということで、まあ、あとはもう仕事、バイト、スキルアップ、短期留学、ボランティア、趣味など、まあ、なんか、4年間かけてやればね、何か極めれば、まあ、その次の道も開けるでしょうし、まあ、そういった意味ではね、自分の、まあ、ちょっと大げさに言うと、自分の人生がデザインできる部分があるんじゃないかなと思います。就職、転職活動は大丈夫か？まあ、通信制の大学は、どうですかね。まあ、一般的に年配の方が多いんですけど、まあ、仮に若い人が、まあ、18歳、19歳の人で入学して4年卒業して、想定で考えて、まあ、就転職は大丈夫かって考えると、ウェブを使った就職転職活動がもう主流の時代なので、まあ、それはもう我々、今動画を見てるような人が生きてる時代はね、ずっと変わらないでしょうから、もうそうなってくると通学だろうと通信だろうとあんま関係ないのかなと思います。もうその人の魅力、実力やポテンシャルが評価される時代ですし、まあ、あとはもう自力で就活セミナー探したり、就職サイト登録したり、自分から動いて、まあ、工夫次第ではね、中堅大学以下の学生と十分に張り合えるんじゃないかなと思います。まあ、むしろ評価される場合も多いんじゃないかなと思いますね。あと、新卒一斉採用の日本の独自システムは、まあ、遠くない未来に崩壊すると。まあ、これはもう経団連もぼちぼち言い始めてる話なので、まあそうなるんじゃないかなと。で、そうなってくると、まあ、基本的に通年採用になっていくんですけど、まあそうなったらもう、新卒、既卒、第二新卒、経験者がもう入り混じった競争になるんですよね、基本的には。新卒という枠はないわけですから。まあそうなってくると、もはやね、もうその中の通学だとか通信だとか、その属性自体に大した差異はないのかなと思います。まあ、例えば自分は夜間の学部卒業生なんですけど、まあ、転職何回かしたんですけど、大学が夜間だったから不利になったってことはないですね。まあそれはもう通信だって一緒だと思いますね。まあ、逆に面接で盛り上がるネタになっていいんじゃないかなと思いますね。まあ、あと就職転職後の未来。まあこれは何が言いたいかというと、
まあ、通学課程、まあ、昼間の、ね、学部の卒業生は、まあ、奨学金という数百万の借金を抱えて卒業する人が、まあ、結構いると。まあ、一部の調査では、大体40%ぐらいの人が何らかの奨学金を抱えて、まあ、学生ローンですよね、を抱えて卒業すると。で、一方、通信課程を4年で卒業できれば、まあ、経済的な負担は最小限になるはずなんですね。まあ、そうならない、学費が高いところもあると思うんで、まあ、一概には言えないんですが、一般的には通信は安く済むと。で、そうなってくると、趣味、卒業時点の次のスタートラインの時点で、まあ、通信だろうと通学だろうと、もう卒業の時点の次のステップで数百万の借金を抱えてるか抱えてないかというのはとんでもなく大きな差だと思うんですね。もうお金、そういう借金抱えてなければね、もうこう働き始めた給料で趣味や娯楽にお金も回せますし、もちろん自己投資にももうね、使えますし、まあ、やっぱりその経済的な負担の差っていうのは大きいですよね。もうその後の生き方にも影響してきますから。まあ、やはりまあ、大学選び。まあ、通学でも昼間と夜間ありますけど、まあ、あと通信含めて、まあ、お金のシミュレーションをね、していただいて、まあ、その中で検討すると。もう実際大学通い始めてからね、夜間が良かったなとか、通信が良かったなとか、まあ、そんなの知らなかったよっていうよりかは、全部テーブルの上にね、乗せて全部シミュレーションして、一番いいやつを選んだらいいんじゃないかなと思います。で、まあここまでいろいろ説明してきたんですけど、まあ私は学校の情報マニアでですね、まあいろいろ学校のいろんな情報を調べるのが好きなんですね。ウェブサイトとか、あと本屋にある大学一覧とか見たりするんですね。まあそれで個人的に気になってる通信制の大学、学部の一覧を10個紹介しておきます。まあここの詳細はまた機会があったら別の動画でね、細かく紹介。まあ、紹介というか分析というかしていきたいとは思います。まず日本大学の通信教育部ですけど、まあ、この魅力としては、まあ、選択できる学部が非常に多いですよね。まあ、あと通学課程含めてかなり巨大な大学にいるので、その日大ネットワークというか、その輪の中に入るっていうのは魅力なんじゃないかなと思います。あと、産業能率大学、まあ、産農大学とか言いますけど、まあ、これはビジネス系で強いですよね。まあ、よく会社でね、通信教育案内とか出たりするとこもあると思うんですけど、割と産農大学の講座がね、ビジネス講座みたいのがあったりしますけど。まあビジネス系ではいいんじゃないですかね、こちらが。あと、中央大学法学部。こちらね、法学部の通信を選ぶなら中央大学がいいんじゃないですか。ちゃんと努力すればね、4年で卒業できるのはもう私の親族の、60代の親族が証明してるわけですから。もうあるとはやる気だけです。あと、放送大学。これは昔からありますよね。まあ、私の認識としては通信課程の国立大学みたいな立ち位置なんで。まあ、安心感、安定感はあると思いますね。まあ、学費も安いかと思います。まあ、あと、サイバー大学。こちらはですね、まあ、ソフトバンク関連が立ち上げたウェブに特化した通信大学のようですね。まあ、IT 総合学部。まあ、もし今、
自分が、まあ、何らかの事情で、通信制の大学に通うんだったら、まあ、ここを選択するかなという気がしますね。まあ、IT を学んでという形で。あと、東北福祉大学。こちらは、まあ、福祉関連ではですね、こちらの通信確定がいいんじゃないかなと思いますね。まあ、福祉分野の人材に関しては、まあ、高齢化社会の進展で、まあ、需要は上がる一方という感じですからね。まあ、こちらでもいいんじゃないですかね。あと、玉川大学の教育学部の通信課程ですね。こちらは昔から評価が高いイメージですね。教員免許が、まあ、取得できたり、まあ、実績、もう教育関連の実績がある通信課程なので、まあ、教育分野に進みたい人はこちらがいいんじゃないかなと。あと、美術関連では、まあ、武蔵野美術大学、武蔵美がいいんじゃないですかね。まあ、美術大学の中では有力校の一つですから。あと最後2つなんですけど、まあ、早稲田と慶応ね、それぞれ通信課程ありますね。早稲田の通信課程は、まあ、ちょっと学費がやや高めとは聞いておるんですが、まあ、早稲田の学歴ね、あったらいいですよね。まあ、あと、慶応の通信課程は、レポート課題提出がやや厳しめと聞いたことあるんですけど、まあ、これはもうやる気の問題ですよね。まあ、どっかの芸人が挫折したという話もまあ聞いたことあるんですけど、まあ、とにかく通信の場合は、まあ、慶応に限らず、やる気があるかないかで変わってくる話かと思います。まあ、ここまでのまとめなんですけど、自分のペースで、まあ、まず勉強が進められると。で、通信制大学は入試の学科試験がない場合が多い。まあ、あと学費が安い場合が多い。あと、就職に関してはですね、就活に関しては、まあ、新卒採用、一括採用システムは、まあ、崩壊するでしょうと。まあ、あと、ウェブ就活の環境はもう整ってきてるので、まあ、通信制の大学生が何か特別ね、通学の学生に対して著しく何か不利かっていうと、まあ、工夫次第ではそうでもないかなと思いますね。まあ、少なくても中堅大学以下の学生とは十分に張り合えるのかなと思います。あと、奨学金という借金をね、数百万抱えて卒業するより、まあ、通信制の大学卒業した方が社会人になってから、まあ、経済的には少なくても有利ですからね。まあ、それはいいんじゃないですか。メリットだと思います。まあ、大学進学の、まあ、一つの参考にしたいと。テーブルに載せてみたいと。検討のテーブルですね。という方は、通信制大学をキーワードにウェブ検索してみてください。最後にこの YouTube チャンネルは、私、ゴンタが学習をキーワードに情報を発信していきます。いろんな大学の学校の情報ですね。資格の情報、スキルアップの情報などを使っていく予定で、まあ、皆さんの役立つチャンネルとなるよう日々努力しますので、まあ、よかったらチャンネル登録お願いします。それでは今回はこの辺で動画を終わります。